はい、吉祥寺の花屋、花心の三枝です。皆さん、こちら見たことありますか？今コンビニで、これ売ってて思わず買ってしまったんですけれども、一つ500円になります。で、僕が思ったのは、このいちごのワイルドストロベリーとか、プチトマト、うちのお店で、150円くらいで売ってます。でもこのペットボトルでできる、自宅で簡単にできるっていうのはすごいポイントだと思ってます。しかも種からやるっていうことはないよりも、その発芽をするところもちゃんと見れますし、どう成長していくのかしっかり見えると思うんですよ。なのでね、お子さんの、自由研究はまだ早いですけど、なんかこうやってね、植物の観察にいいのかなと思って、ちょっと動画にしてみようと思いました。でね、実際これどうやってやるんだろうって分かんない方います。なので、実際にちょっとペットボトル2本用意しました。それでやってみたいと思います。はい、じゃあ早速ね、開封の儀を、YouTuber 特有の開封の儀を、ハサミですね、ハサミで開封しますハサミ、はい、で、普通に開けます。はい、あー優しい、こういう説明書もしっかりついてきてますね。ちなみにこれなんか商品名あんのかな。長谷川佐藤商店株式会社さんが出してる収穫の感動をあなたへ、グリーントイの育て方。うん、特に商品名はないですね。はい、じゃあちょっと早速やっていきたいと思います。はい、栽培の準備をしましょう。まずペットボトルに9分目までお水を入れます。9分目、ちょっと入りすぎてる。はい、かわいさん、はい、はい、これもちょっと捨てて、はい、あとフィルターを完全に水で濡らします。今捨てるやつでやればよかったねついでにトマトもあげます。はい、開けます。こっちいちごです。多分一緒だと思うので、河合さんこっちもいらっしゃってください。はい、はい、左の方に、ペットボトルをセットしましょう。あー、ちゃんとペットボトルが回るようにこうやって螺旋のやつがついてますね。で、こうやってただ回して入れていくだけですね。はい、これも回していきます。でね、こういうキャップの下のやつとかは別に取んないでそのまんまいけそうですね。あれ、どっちがどっちだっけ。まあどっちでもいいのか。赤がトマトで、ピンクが一応、はい。で、左の絵のようにできるだけ太陽の光が当たる窓辺や栽培用ライトで育てましょう。ちゃんと日の当たるところで皆さんやってください。紙や布等でペットボトルにカバーをしましょう。ボトル内で、遮光することで物発生を抑えることができます。あ、これこのまんまじゃダメなんですね。なので、まあ100均とかにあると思うので、こういうボトルをかぶせるカバー、まあ手作りしてもいいと思うんですけど、そういうので、光を当てないようにしてあげましょう、ペットボトル内は。なのでね、そういう可愛いのさ作ったら売れるんじゃない。確かに、これ専用みたいな。これ専用みたいな感じで。はい、じゃあね、なんか靴下とかでも良さそうだね。なんか可愛い靴下とかさ、入れても。で、はい、種をまこう。種、なんか俺さっきから全然さ、カメラ見てないけど大丈夫かな。多分大丈夫。っていうか、これ見えてる、ちゃんと。それは見えてます。はい、じゃあ大丈夫。フィルターの上に約10粒ほどの種をまいて、種にうっすらかかる程度にアップサイドを入れていきます。アップサイドってどれ。
ちょっと待ってください。何、種がこれですよね。あれどっち、シーズこっちか。これが種っぽいですね。うん、うん、そう、そっちだね。あ、アップサイズだって読んでたけど、俺カタカナが読めなかった。アップサンドだ。アップサンド、アップサンドそりゃ探してもないわこれが、砂サンドになります。はい、もうこれね、小学生でもできるのに俺できなかった、どうしようこれ。あ、ちょっと河合さん、あの今のうちにあの、あれ、あれ、あれ取ってきて、あれなんだっけ、あのピンセット、ピンセット、やばい。これ、あの上の方やっちゃうとなかなか、あ、これ開いてるか、開きました、はい、OK です。これね、万が一こぼした時用に、ね、多分10粒って言ってたけど、これ全部入れちゃっていいんだよね、きっと。そうじゃないですか。で、ちなみにこれ何粒あるか見てみましょう。全部入れましたけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 20粒くらいありますね。はい、全部入れちゃいました。で、これの上に、アップサンド、アップサンド、あとね、あとコップにちょっと水入れておいた方がいいわ、これ。サンドを入れていきます。はい、ありがとうございます。あ、なんかね、先っちょが細くなってるあの急須みたいなやつの方がいいや。はい、うん、あ、そっち。はい、こういう感じで、砂を入れていきます。はい、じゃあこっちの方もやっていきたいと思います。本当にここら辺入ろうとしてる。はい。はい、トマトの種子はこんな感じですね。見えてます？もうちょっと近づけて。こういう感じ。全然見えないですね。はい。はい。まあこういう感じです。はい、トマト。これ意外とこぼれんじゃないかなと思ったけど、意外とスッと落ちてくれますね。ちゃんとフィルターの上に。あ、ね、これ最初に取ればよかった。全然フィルターの中身もなんか作り方が違う。え、作り方が違うんじゃないな、これきっと。きっと、これ上に出てたわ。トマトみたいな。なんか、これもしかして下がるんじゃない、ちょっと。全然わかんない。わかんない。あ、これ違うんだ、きっと。なんか、うん、この上のここの作りがちょっと違うんですよ。あのいちごとトマトで。だから多分その根っこの出方とかそのが多分違うから、多分ここの中身がちょっと違うんですよ。あのいちごだとここの真ん中の筒がちょっと出てたんですよ。あ、その筒が、そう、筒が出てたので、もしかしたらそれ植物のその本当育ち方によって違うのかも。え、じゃあちょっとこれトマトの方も見といた方がいいんじゃない、これ見といた方がいいかもしれない。見といた方がいいよね。先に砂かもしれない。そうそうそう先に砂の上からやるとかね。しかも4粒ほど微妙に違うんだはい、全種類買ってもちゃんと、トマト用と、イチゴ用説明書がありますので、ちゃんと、それぞれ見るようにしてください。で、あ、OK だね。で、砂は同じ、種をやった後に砂は、両方とも同じです。あとね、これ全部入んないね、砂。で、これをやった後に両方とも湿らす。あ、こっちね。
こっちから預けて、ね、だんだん汚れてくる。おおおお、え、なんか湯気出てません？うん、なんかね、砂ぼこりが。あ、空気がポコってなって穴が開いて、はいはい、あーで、ちょっとピンセットで鳴らしましょうか。はい、はい、で、これは最初の1回だけで大丈夫だそうです。上を湿らせるのはこっちもだよね。こっちも最初の1回だけで OK で、発芽するまでは動かさないようにしましょう。水替えも不要。え、水替えも不要なんだこれ。へえ。で、発芽を待とうって書いてあるんですけど、両方とも同じだね。あとはイチゴとトマトの単語が違うだけで、あとは一緒。はい、じゃあちょっと一応読みます。え、こういうのってさ、著作権的に読んでて大丈夫なのかな。まあいいや、読んじゃいますトマトは約1週間から2週間後に発芽します。冬場は通常よりも発芽するまでに時間がかかります。え、これ冬でもいいの？1年を通して。なんかトマトって夏のイメージがあるから、今時期にやるのがちょうどいいのかなって思ったんですけど、これもういつでもできるみたいです。で、こっちはいちごは3から5週間後。あれだね、発芽するのもやっぱり期間が違うね。で、まあ冬場は通常よりも発芽するのに時間がかかります。あ、ちゃんと違うんだ説明文で。いちごの方が、たくさんの芽が発芽した場合は芽が3から5本になるように間引きをしてください。芽を3から5本にすることで水と栄養を独り占めできます。こっちも同じですかね。はい、で、発芽しないときはリベンジ発芽しないこともあるんですね発芽しなかったら、またもう一回買ってくださいってことだそうです。これうちでも欲しいね。欲しいですね。うん、あれ、これちょっと問い合わせようか。そうですね、結構人気になりそうなね。え、これ普通にいいね。なかなかいいですね。ちょっとあの資材屋さんに聞いてみるわ、これ、はい、なさってないか。ぜひぜひ、はい、で、本葉でいいの？あの、本に葉っぱで。やべえ、花屋の薬わかんねえ。まあ、本格的な葉っぱ、まあ、あの、最初の葉っぱ、本葉っていうのが、あの、最初に、ちょっと、漢字は読めないんですけど、意味は知ってるの。あ、っていうか、書いてあるのかな？あ、書いてある。書いてあった。あの、一つ目の、こう、葉っぱが出た、次の葉っぱですね。二段目の葉っぱが出てきたら、水500ml に対し付属の肥料をスプーンで、すり切り1杯から2杯で、水によく溶かしてください。あー、そういうことね。まあ、もう今本葉って呼んじゃいます。本葉が出る前に肥料を入れてしまうとストレスで枯れてしまう原因になるので、あげないでください。これですね、ハイポネクス。ハイポネクスをお世話になってます、よく。こういう固形あるんだ。僕が普段使ってるのは液体の、ハイポネクスですけど、ちなみにここにある、窒素リン酸カリ、読めるかな、多分読めないかもしれないんですけど、これが窒素リン酸カリの割合が 6.5:6:19 で、窒素っていうのは、いわゆる、葉っぱを強くしてくれます。で、リン酸っていうのは花を、しっかり咲かせてくれる、栄養になります。で、カリっていうのは根っこを、強くしてくれる栄養になります。なので、これの比がいわゆる、まあ、どれにでも合うようなやつだと、まあ、10対10対10って書いてあったりして、いわゆるどれにも対応できますよ。で、花芽をすごいつけたいやつはこのリン酸が多めです。リン酸がなんか窒素がちょっと少なめで、まあ7対10対7とか、まあちょっと今適当な数字言いましたけど、まあそれくらいの割合で入ってたりします。で、この窒素リン酸カリは三大栄養素、植物の三大栄養素で、試験に、高校の生物とか中学の
生物とかに出てきますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。で、窒素リン酸カリ他にはないか。いや、じゃあ次いきます。でね、あ、スプーンもついてますね。このスプーンをすり切れ、あの2個目の葉っぱが出てきたらすり切れ1杯か2杯入れてあげるといいそうです。今は入れないで取っときましょう。でもこれね、ちょっとこの比率不思議なのが、カリが19なんですよ。で、僕こんなカリの、割合が多いの初めて見ました。なので普通だと、まあハイポネクスリン酸多めの、あの液体のやつリン酸多めなんで、まあちょっともういろんな種類あると思うんですけど、なのでカリ多い、なので根っこをなんか強くしてくれるやつだと思います。多分リン酸多めだとなんか花がいっぱい咲いちゃうと、多分それで栄養が取られちゃうからだと思うんですよね。で、ちなみにこのすげえ長いかな、長かったらこれ早送りして、はい、窒素はあの葉っぱを強くしてくれるって言うんですけど、窒素が多すぎるとあのほんと花咲かなくなっちゃいます。なので逆に葉っぱちょっと間引くくらいが、あの花つきを良くしてくれたりだとかしますので、ぜひね、その植物に合わせてこの栄養のその窒素リン酸カリしっかり見ていただければ大丈夫だと思います。はい、次は育て用の、コーナーですね。発芽したらお水は1週間に1回を目安に、取り替えてあげましょう。育ってくると水の減りが早くなりますので、豆に水を足してあげてね。やっぱりね、最初は、全然水減らないんですけど、成長するとともに、水どんどん吸い上げていきます。なので、こまめに水を変えてあげることが、大事になってくるみたいですね。まあ逆に言うと、それまでは全然水変えなくていいみたいなので、まあ簡単ですね。で、肥料はお水を変えるタイミングで入れてあげましょう。もし葉っぱが黄色くなってたりしたら、栄養不足のサインなのです。少し肥料分量を多くしてみましょう。なので、まあ、葉っぱが黄色くなってきたら、まあ、これすり切れ、1から2で、まあ、1個あげてた人は、まあ、2杯とか3杯とか入れてあげるといいです。で、肥料をあげるときもこの土じゃなくてこの水の方に、入れてあげるようにするといいみたいですね。でね、まあ、何より植物は生きてます。なのでその育てているっていうことを忘れてしまうと枯れてしまいますので、皆さんこのちゃんと植物は生きてる、なので育ててるっていう意識を持ってやってくださいって書いてあるんですよ、これ。三枝さんの言葉じゃないんですね。そうなんですよ。でもめっちゃいいこと言ってるから、ちょっと俺っぽく横取りしないでください言っちゃいました、ね。でね、まああとね、成長して重くなってきたら、あの支柱を立ててあげましょうって。支柱入ってないですけど、まあご家庭にあるワイヤーとか花屋しかないかないですね。割り箸とか、まあ、そう、それ割り箸とか立ててあげるといいかと思います。でね、じゃあ6番いってみます。花が咲いたら、筆や指先で花を優しく、揺らしてください。あ、なるほどね、花を揺らしてあげる。そうするとあの受粉するので、やっぱりね、あのお花が咲いても受粉しないと、種ができません。なのでね、めしべと、めしべが真ん中にあるこういうやつで、おしべが横にあるこういうやつで、花粉がついてきたらこう揺らして花粉を落とすね。まあ綿棒とかでやってあげてもいいと思います。もうこうやってか、受粉のあのおしべのやつをガーって、花粉をガーって取って、めしべの真ん中につけてあげる。そうやってあげても全然いいので、まあ、もし大丈夫な人がいましたら、まあ、イチゴとかはよく言うように、あのミツバチを家の中でね、話してあげれば大丈夫だと思います刺されるなっていうね。はい、以上になります。まあね、これちょっと育てていく経過も、見ていきますので、皆さん一緒に楽しんでいただけたらと思います。本日の動画は以上になります。じゃあこれ育って、はい、実が取れたら、はいはい、クッキング動画撮りましょう。あー、俺が、はい、シェフ三枝で普段作るかな、俺。ちょっとやってみましょう。トマトとイチゴを使った料理、はい、イチゴむず、ね、あ、そうだ、あとこれちなみに4種類あるんですよ。うん、4種類あるので、皆さんぜひね、あの4種類ともやってみても、あとね、インゲンと、黄色いトマト
ありましたので、皆さんやってみてください。この動画、面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。